上手。辻狩りなど簡単にも程がある。いやこれで結構大変なんだよ。すぐ逃げるし。魔法で撃てばよかろう。ああ、どうした魔物か。確かにそうだね。魔法で撃てば近寄らなくても倒せるね。あともう一つ教えておかねばならぬことがある。何？急に叫ぶな。耳がおかしくなる。ロボット山とはどのようなところなのだ？昔の遺跡が埋まっている場所なんだって。僕たちにはよくわからない鉄くずだらけのところだよ。北東の鉄橋を登ったところにあるんだ。あの橋の上を昔は大きな鉄の箱が走ってたのってポポルさんが言ってた。昔の人間は賢かったようだな。本当に賢かったら滅びかけたりはしないと思うけどね。
ま、こ、そ、せっかく見つかったけど死んじゃってたね。あのおじいさん残念があるだろうな。生きる者は死から逃れることはできない。犬も人もそれは変わらぬ。じゃあシロは？さあなあ、考えたこともない。いつかは存在すら消える時が来るやもしれぬな。そんなの寂しいよ。なあ、何？我がもし消えてなくなることがあるとしたら。そんな縁起でもないこと言わないで。だいたいシロは神なんだから死なないよ。そうだな、そうだとよいな。明るいな。ここはまだ昔の機械が動いてるんだね。僕たちには何が何だかさっぱりだけどね。旧世界の廃墟か。それを機械たちが延々と守っているわけだ。珍しい素材を持ってそうだね。まったく、こんな錆臭いところに我が来ようとは。シロはすぐブツブツ言うんだよな。結構きついね。仕事ではない。二人ともちゃんと食べてるかな。兄貴が心配であった自分の分まで弟に。素材はこのくらいで十分かな。
依されたものを集め終わった後って一気に依頼主のところまでワープしたくなるよね。ワープ？そういう名前の遠くまで一気に飛べる魔法があるって聞いたんだけど。あれはやめておいた方がいい。どうして？何人もの賢者が試そうとしたが、途中にある障害物に衝突してみんな引き肉になったからな。それはやめておいた方がいいね。ああ、やめておけ。武器の強化だ。ありがとう。あの兄弟のお母さんはロボット山の奥まで行くって言ってたかな。なぜそこまであの兄弟に肩入れするのだ。お母さんがいない寂しさは僕たち兄弟も知っているから。
本当に信じておるのか。あやつらの母親が本当にこんなところまで来られたと。1週間以上もたった一人で素材を探し続けていると信じておるのか。本当我が思うに母親はきっともう生きてるよ。信じなきゃ奇跡だって起きない。奇跡か。壊れた機械か。ちょっと大変そうな敵だね。周囲に気を張れ。気をつけろ。されるでないぞ。逃げよ。わかってる。手のかかる機械だ。またなんか違うのが出てきた。雑魚を移送せねば先はないようだな。残すはあの大頭のみだが、奴の頭部には魔法攻撃が効かぬようだな。無駄の爆弾が残ってる。よし、消えてる。口の中か。本当に見たままの弱点なのだな。さすがに効くであろう。どっかで聞いたような戦い方だけど。分かった。負けるか。いいぞ。ダメージは確実に与えられている。おっ、こ
子供と、あい。ごめんね、見つけられなかったんだ。そんな、どこ探したの？本当に探したの？役立たず。こら、せっかく皆さんがお前のために。いいんです、怒らないであげて。僕はいつまで待ったらいいの？お母さん、母さんは一人で死んでましたか？いいんです、分かってます。教えてください、母さんは好きな人と死ねたんですか？遺体は二つあった。よかった。何？母さんはこれ言って、これで、あり、これ、魔物が出ているっていう崖の村に行ってみようか。あるいは封印されし言葉も見つかるやもしれぬしな。魔物が怖くないのか？怖いよ、怖いに決まってる。でもヨナを助けるんだ、絶対に助けるんだ。そうか、ならば我に止める理由もない。意外と物分かりがいいんだね。意外とは余計だ。魔物だ。何しに来た？助けに来たんだよ。感動するのは後でよい。感動なんかするか。なぜこれほど急に魔物が？わからない、村の方にも出ている。助けに行こう、封印されし言葉も見つかるかもしれない。
油断するでないぞ。大丈夫、油断してる余裕なんてないよ。死ね。な、何今なんて言ったの。貴様をこらがして蹴飛ばしてやるよ。気がないにも程がある。さあ、カイネが奮戦しておるぞ。事実だからね。奴が掴んでいるものは何だ。あそこから魔物を排出しておるようだ。あのタンクから壊そう。追撃するのだ。これでカイネと挟み撃ちできる。我らも行くぞ。うん。私はせぬぞ。カイネがいてくれると心強いよ。政治は嫌いだ。行われはごめんだぞ。全力で頑張るよ。おばあちゃんは絶対に言わない。生きていたって仕方ないなんて、死んだって言わない。だから私はどれほど死にたくても、おばあちゃんの仇を討つまではずっとこの醜い体を晒して生きてきた。その時間がどれほど長く耐え難いものだったか、お前にわかるか。はぁ、あ、警察の効果のためのやつか。あの攻撃は危ないよ。
あのまま死ぬつもりだ。今のあやつにとっては死が最も安らげる場所なのかもしれぬ。シロが決めちゃダメだ。ん？死んだ方がいいなんて勝手に決めちゃダメだよ。どんな状況でもどんな状態でも人には生きる価値があるんだ。誰にだって明日が必要なはずだ。カイネにだってヨナにだって。その熱弁は本人に振るってやれ。おばあちゃん、もういいよね。疲れちゃった。カイネ、こっちだよ。諦めちゃダメだよ。生きるんだよ。絶対に諦めちゃダメだ。まったく手間のかかる女だ。またあの夢を見た。抗いようのない苦痛と悲しみが襲う夢。私は何か大切なことを忘れている気がしていた。折れてしまった剣を見るたび、魔王との壮絶な戦いを思い出す。ヨナという少女を救ったあの日から3年。私はやるべきことを成し遂げたはず。なぜ私は泣いていたのか。あれから3年経った今も、あの日の疑問に答えを出せずにいた。嫌な夢を見た。くそ。魔物を殺しに行くか。エミール。やめておけ。
見たな。邪魔だ。調子に乗るな。気が散る。何が楽しいんだ？鬱陶しい。次はないぞ。この変態野郎が。何度も何度も、どうやら死にたいらしいな。またあの X まヨナを助けるまでにたくさんの魔物を殺した。だが魔物は悪い奴ばかりではなかった気がする。どうして私はそのことを知っているんだろう。目障りな奴らだ。片付けてやる。
魔物が。潰れろ。魔物が増えているな。ヨナの村の方も見ておくか。危ないぞ。自分が心配だけしていろ。ありがとう、助かったよ。ここらは魔物が増えていて危ない。帰れ。そうしたいが、仕事があってね。神話の森の住民と連絡がつかないんだ。誰かが様子を見に行かないと。その様子じゃ無理だ。私が見てきてやる。え、本当か？助かるよ。そうだ、これよかったら使ってくれ。俺はここで待たせてもらうから、すまんがよろしく頼む。
村は無事みたいだな。入るのはやめておこう。私が入っても怖がらせるだけだ。村は無事、私が。こんなところに月の涙が。何かあったはずなんだ。大切な。くそ。何かあったはずなんだ。ロボット山閉鎖のお知らせ。ロボット山にて生産されていた防衛ロボットが年々増加傾向にあることを発見いたしました。これより先は危険なため立ち入りを禁止します。ロボット山の武器や。入れないのか。無駄足だったな。貼り紙はロボロこれロはい。すまないが、船は使えないんだ。水路にも魔物の被害が出ていてな。整備する人員も割けないし、復旧には時間がかかる。面倒だろうが、陸路で移動してくれ。魔物に気をつけて。
おい、誰かいないか。カイドモがなぜこいつらが殺したのか。まだいるのか。次から次へと。なんでこんなところから機械どもが。突然神の木から機械が。なんだここは。木の中にこんな場所が。ようこそ人類の海へ。ようこそ財閥の墓場へ。なんだ。君はレプリカント。作られた存在。誰だ。どこにいる。落ち着いて。急がないで。すぐに会える。君の悪い奴らだ。わけのわからないこと。もちろん君の情報も観測されている。君はゲシュタルト計画を阻んだ。オリジナルゲシュタルトを殺したせいで行き場を失ったゲシュタルトたちが暴走。大勢のレプリカントが犠牲になっている。さっさと顔を見せろ。急がなくてももうすぐ会える。
よく来てくれたね。やあ、よくも来てくれたな。私たちの子私たちは管理人、この森の管理人。何なんだこいつら。私はこんなにヤワじゃないぞ。君のコピーをいくら破壊しても無駄だ。破壊されても崩壊し再構成するから。まだまだ楽しめる。いよいよ終わりだね。うっせんだよ。バラバラに解体して潰してやる。終わり。そろそろ限界。残念だね。
さ、誰が。カイネさん、大丈夫ですか。エミル。はい。とりあえず。ご無事で何よりです。強い魔力を感じます。エネルギーの元になっているようです。あれを壊せばカイネさんとも消えるはずです。分かった。僕が魔法陣を壊すのでカイネさんはカイネさんたちを壊してください。今のカイネさんを壊すっていうのは本物のカイネさんのことだな。分かってる。集中しろ。クソだ。久しぶりですね、こうやって一緒に戦うの。この感じ覚えがある。他にも誰かが一緒に戦っていた記憶が。特殊な自傷心理の感想、エミール、さっきは騒がしくて話せなかったが、あの後一体何があった？どこにいたんだ？それになんで腕が4本もあるんだ？カイネさん、そんなにいっぱいは話しきれませんよ。わかってる。心配したんだぞ。カイネさん、でも、また会えました。ああ、そうだな。忘れてるような気がするんです。エミールもか。カイネさんも。ああ、なんだか知らないが頭の中にモヤみたいなものがかかってて、僕誰かと何かを約束したような気がするんです。何か美味しいものを食べるような。じゃあ取り戻さないとな。この先に
膨大な魔力を感じます。エミール、無茶なことはするな。絶対だ。分かっています。カイネさんもですよ。もう一人にはなりたくありませんから。ああ、この場所は魔王の城。カイネさん、奥に強い魔力を感じます。この場所は特別な場所。あなたにとっても世界にとっても。方がいいなんて勝手に決めちゃダメだよ。この声、夢と同じ。聞いたことがあるような。これは君たちの記憶。何度も繰り返し綴った記憶。アイネがいたからここまで来れたんだ。これは痛い。耳障りなんだよ。口を閉じたろ。くそ、あれ、壊れろ。なんだここは。エミール、ここは君の記憶。ここは君の記録。ここは君の世界。なんだこれは。君の奥底にある甘い記憶。閉じられていた苦い記憶。魔物？魔物、ゲシュタルト化された人間の魂。これは記録によって再現されたデータ。君が殺してきた本物の人類。君はこの世界にとって異分子。記憶と記録の相違がエラーを起こす。お前らの話すことはわけがわからないんだよ、この腐れ。趣味なことしやがって。君は様々な声を聞いた。恐怖、憎悪、激怒、恐怖。それらには意味がある。Oh, my God.
おい。おい、聞こえているか？あやつを取り戻すのだろう。まったく、手間のかかる女だ。共に旅をした仲間であろう。とっとと戻ってこい、この腐れ下着女。どうした？まだ思い出せぬか？思い出に浸っている暇はないぞ。あいつ、取り戻す！我の魔法で奴を破壊するのだ。魔法の使い方はわかる。派手にやってやれ。言われなくてもクソッとしてやるよ。我の力を使え、魔法で叩き落とすのだ。よし、叩き込んでやれ。ぶっ潰す。しぶといやつだ。次は仕留めるぞ。なあシロ、どうした？ありがとう。悪いものでも食べたのか。ぶっ飛ばすぞ、クソ吹き紙。その調子だ。おい、分かってますか、下着を。お前がやろうとしていることは知るか。私はもう決めたんだ。そうか。惑わされるんじゃないぞ、下着女。分かってる。もう迷わない。全部終わりにしてやる。とどめだ。
戻っていけない。うるさいうるさいうるさい。私は決めたんだ。誰の指図も受けない。私は刃になるって決めたんだ。お前の刃になるって決めたんだ。絶対に絶対に絶対に取り戻してみせる。ふざけんな。勝手に消えて勝手に消えてどういうつもりなんだ。自分が生きてる意味は自分が決める。この命も私が勝手に使う。だからとっとと戻ってこい。この腐る野郎。そうだ、僕たちもう仲間だ。カイネ、僕たち一緒に戦ってくれる？一緒に来てくれるよね？あとは頼んだぞ、下着女。私たちの旅は無意味だったのかもしれない。
僕たちの過去は間違いだったのかもしれない。でも後戻りはしない。たとえこの世界が終わるとしても、ここは大切な人がいる世界だから。Thank you.
みんな、いる？おるぞ。います。ああ。では、プレイヤーの皆さん、このゲームをプレイしていただき、本当に、ありがとうございます。あ、ヨナ、寝てないとダメじゃないか。あ、大きい方のお兄ちゃん。ごめんね。でも、これで本当に最後だから。そうよ。多めに見てあげて。可愛い妹の頼みだぞ、お兄ちゃん。ポポルさんにデボルさんも来ちゃったの？なんか面白そうだな、カイネ。誰？キュラン、話がややこしくなる。引っ込んでろ。このままでは長くなる。さっさと終わらせよ。はぁ、終わっちゃうってなると寂しいですね。でもいつかは言わないと。それにきっとまた会えるよ。本当ですか？腹が減ってきた。そろそろ終われ。では改めて、プレイヤーの皆さん、このゲームをプレイしていただき、せーの、本当にありがとうございました。はどんなご意あり本日はどんなご用ありがとう本日はどんなご用you